こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。引き続き、大井川鉄道の車窓からよ。新金谷駅を出発だぜ。ここは大井川鉄道の本拠地ね。古い客車が並んでいるぜ。今日もこれから SL が走るから、そのための客車ね、きっと。むう、やっぱり SL にも乗りたかったぜ。SL といえば、東武鉄道の SL が動き始めたわね。そっちにも乗ってみたいぜ。ところで、日本の SL というと、大井川鉄道を思い浮かべる人が多いみたいね。そうなんだぜ。だけど、大井川鉄道の SL は、距離だけ見ると最も短い部類に入るわ。うん、それなのに SL というと大井川鉄道なんだぜ。実は、大井川鉄道の SL は、現在運行している SL の中で、最も古くから運転されているのよ。そうなんだぜ。その次に古いのが、山口県を走る SL 山口号で、その差は3年だけど、他の SL が週末中心なのに対して、大井川の SL はほぼ毎日運行しているのよ。それはすごいぜ。つまり、現在運行している SL の中で、最も運転経験がある SL なのよ。SL のプロ集団、ってことだぜ。今はいろいろと経営が大変みたいだけど、この財産を守り抜いてほしいわね。だぜ。さあ、前置きが長くなったけど、旅を続けるわよ。おうだぜ。この後は歩くわよ。すっかり忘れていたぜ。SL どころか歩きだったぜ。それでは、ゆっくりしていてね。さあ、間もなく終点の金谷駅に到着よ。ここから歩くぜ。そういうことね。バスはないぜ。ここからのバスは東に向かう島田駅前方面と、南に向かうお前崎方面のみね。むう。お前崎経由で路線バスを、乗り継いで、掛川駅前まで行くこともできるけど、ここから西に少し歩けば、掛川駅行きのバスに乗れるわ。少しと言っても、7キロって言ってたぜ。まあ、そうなんだけど。けど、ここは旧東海道をたどるコースだから、まさに、今回の旅で歩くための、場所よ。まあ、前向きに考えるぜ。じゃあ、早速出発よ。わかったぜ。この階段を降りるわよ。この先のルート、金谷駅周辺の地図だぜ。まずは少しだけ逆方向へ向かうわ。ここで線路の下を横断できるぜ。こんな感じの案内板もいくつかあるからあんまり迷わないと思うわ。ここで電車が来たらすごくうるさそうだぜ。ちょっとそれを待ってみたかったけど、さっさと先へ進むぜ。この横断歩道を渡った先から石畳の道に入るわよ。石畳？旧東海道の雰囲気を残すウォーキングコースになっているわ。じゃあ、チャキチャキやっつけるぜ。さあ、ここからが石畳の道よ。早速行くぜ。東海道金谷坂って書いてあったわね。わかりやすいネーミング、嫌いじゃないぜ。この道は、もちろん復元されたものよ。え、そうなのか？さすがに江戸時代の道が、こんなに綺麗に残っているはずがないわ。まあ、そう言われればそうだぜ。平成3年に、市民の手で石畳の道が、復活したのよ。うん？何かしら？歩くスピードが遅くなったぜ。おっさん、バテてきたぜ。わらわら。前を歩いていた、地元のおじいさんに捕まったみたいね。なんだそれ、だぜ。このおじいさん、
この先にある、滑らず地蔵村を管理しているみたいよ。滑らず地蔵村。この石畳の途中にある、お地蔵さんね。石畳の道で滑って転ばないように、ということらしいけど、最近は受験生にも人気があるみたいね。なるほど、だぜ。祠を開けて、中のお地蔵さんを見せてくれたわ。双子のお地蔵さんだったぜ。おじいさんと別れて、金谷坂のてっぺんを目指すわよ。おうだぜ。金谷坂の復元は、全長430メートルに、及ぶわ。もっと歩いた気がしたぜ。けど、これだけの距離を、石畳で再現するのは、大変よ。まあ、それはそうだぜ。復元してくれた市民の皆さんに、感謝しないとね。そして、ここが金谷坂のてっぺんよ。菊川坂石畳？実はこの先にも、江戸時代の道を、石畳で復元した区間があるのよ。引き続き、そっちを歩くぜ。そうなのだけど、その前に少し寄り道を、するわよ。どこに行くぜ？この先に諏訪原城跡、というのがあるみたいよ。みたい？さっきのおじいさんにおすすめされたのよ。そうだったぜ。うつ主はお城マニアではないのだけど、せっかく教えてもらったし、少し立ち寄ってみましょう。わかったぜ。ここがそうだぜ。鳥居があったでしょ？ここは諏訪神社ね。ふむふむ。この奥が諏訪原城よ。この城は、武田信玄が病死した後、武田勝頼によって建てられたみたいね。ふむふむ。ここは当時、武田氏が手中にしていた駿河の国と、徳川氏の遠江の国との、ちょうど境になる重要な場所だったみたいね。信玄亡き後も、遠江への攻勢を強めていた勝頼だったけど、長篠の戦いで織田、徳川連合軍に敗れると、その後は一気に逆転されているわ。儚いぜ。徳川が駿河をほぼ手中にし、武田が滅亡した頃には、諏訪原城はその存在意義が薄れ、築城からわずか20年ちょっとで、廃城になっているわ。これまた、儚いぜ。うん、いつの間にか、また石畳の道だぜ。こっちは菊川の宿へ向かう道ね。続きは次回だぜ。そうね。それでは、ご視聴ありがとうございました。